もう一度自己紹介を。はい。ロイヤル所属のリベンジ急戦艦、名はロイヤルオーク。かのユトランド沖海戦で活躍したが、気づけばやけに被害を受けるようになって。ここでは悪運が離れることを願うばかり。お初にお目にかかる。私はロイヤル所属、戦艦ロイヤルオーク。自分の弱みを克服して、みんなについていけるように努力するつもり。だから、どうぞヨシナに。すみません。わざと扉の後ろに立っていたわけじゃ。私のことなら大丈夫よ。謝ったり心配とかは別にしなくても。指揮官閣下、よくぞご帰還を。扉を開くのにそんなに気を使わなくていいから。この前仲間たちの演習を見学していたら、演習団の流れ弾が当たって、いえ怪我したわけじゃないわ。でもすごく痛かった。指揮官閣下も演習団の流れ弾が近くに飛んできたことがあるの？そう。閣下にも同じようなことがあったと知って、なんだかほっとしたような。誓って、からかってなんていないわ。指揮官閣下。邪魔するつもりはなかった。こんなに静かな場所は少々慣れていないもので、どうにも良くないことを思い出しそうで。指揮官閣下、窓を開けたままで本当に流れ弾とかが飛んできたりしない？せめてこの書類だけは無事に届けないと。はい、なるべく早く戻るよう努力する。リベンジ！待って！もう、まだ書類の届け先を伝えてないのに、もう行ってしまった。指揮官閣下、どうすれば？指揮官閣下のそばにいると、飛んでくる流れ弾のことを心配しなくてもいい気がして。ただの例えで、しかて指揮官閣下を玉よけにするつもりなど、突然触られたらびっくりするよ。何かご用でしょうか。ロイヤルオーク、全力で取り組ませていただく所存。やめてください。これだって私が指揮官閣下にしてあげられることだから。指揮官閣下、任務ならなるべく早くこなした方が。よかった。任務、無事に完了したのね。私、指揮官閣下の足を引っ張ってなかった？手紙を紙飛行機にして飛ばしてきたのは誰？指揮官閣下、出撃ご苦労様。私に手伝えることはない？どんなことでもいいよ。きっと私が指揮官閣下の足を引っ張ったから、指揮官閣下はこうなっちゃったのね。騎士隊の先輩としてみんなを導くどころか、仲間についていくだけでもう精一杯。私、本当はこの艦隊にとっていらない子なんじゃ。
この後のパトロール任務は私の速力でも大丈夫そう。よし、パトロールが無事に終わるように、潜水艦に出くわさないように、潜水艦に出くわさないように。そんな、私こんなに指揮官閣下の役に立てていたの？昔の私なら絶対信じなかった。もっといろんな任務を任せてください。ロイヤルウォークのことを見捨てず、しかもいろいろ考えてくれて自信をつけてくださるなんて。あの、よかったら戦闘や仕事以外にももっとご教示願いたいことがあって。いいの？本当なの？私夢を見ていないよね。あの指揮官閣下がこんなに大切なものをくださるなんて。もちろん私だっていつかはこうなればいいなって期待していたし、こうなったからには恐悦至極なんですが、とにかくこれからもよろしく。委託組の仲間たちが戻ってきた。よければ私も出迎えに行かせてもらっていい？歩くのがちょっと遅いけど。マイティーオーク、私本当にできる？そんなに早く突っ込まないで。頑張ってみんなについていく。ふう、責務はちゃんと果たせたよね。私だってやればできるよ。こんなに頑張ってきたのに、どうして。悪く思わないで。どうして私ばかりこんな目に。指揮官閣下？これは奇遇ね。もしや閣下もサボ。休憩しにこちらへ。よかったら隣開けようか？指揮官閣下、先生か風紀委員が後ろにいたりしないよね。はい、ならよかった。体育の授業は悪夢ね。リレーで仲間の足を引っ張りたくないし、どこかから飛んでくる野球ボールに当たりたくもないわ。どうにかサボれればいいけど。座学なら多少自信はあるわ。国家にわからないところがあれば、私も手伝ってあげようか？暇つぶしなら読書でもいかが？なぜか募集された小説や漫画がここに保管されているようで。そういえば陛下は普段学園でどうお過ごしなのでしょうか？え？あの陛下も体育の授業が苦手？今戻ったら仲間たちに感づかれるのでは？風紀委員にもし見られたらみんなにバレちゃうよ。指揮官閣下、任務ならなるべく早くこなした方が。よかった、任務無事に完了したのね。私指揮官閣下の足を引っ張ってなかった？
手紙を紙飛行機にして飛ばしてきたのは誰？指揮官閣下、そこまで気を使わなくても平気よ。そばについてくれるのは嬉しいけど。きっと私が指揮官閣下の足を引っ張ったから、指揮官閣下はこうなっちゃったのね。騎士隊の先輩としてみんなを導くどころか仲間についていくだけでもう精一杯。私本当はこの艦隊にとっていらない子なんじゃ。この後のパトロール任務は私の速力でも大丈夫そう。よし、パトロールが無事に終わるように、潜水艦に出くわさないように、潜水艦に出くわさないように。そんな、私こんなに指揮官閣下の役に立てていたの？昔の私なら絶対信じなかった。もっといろんな任務を任せてください。ロイヤルウォークのことを見捨てず、しかもいろいろ考えてくれて自信をつけてくださるなんて。あのよかったら戦闘や仕事以外にももっとご教示願いたいことがあって。いいの？本当なの？私夢を見ていないよね。あの指揮官閣下がこんなに大切なものをくださるなんて。もちろん私だっていつかはこうなればいいなって期待していたし、こうなったからには恐悦至極なんですが、とにかくこれからもよろしく。委託組の仲間たちが戻ってきた。よければ私も出迎えに行かせてもらっていい？歩くのがちょっと遅いけど。マイティーオーク、私本当にできる？そんなに早く突っ込まないで。ふう、責務はちゃんと果たせたよね。こんなに頑張ってきたのにどうして。悪く思わないで。どうして私ばかりこんな目に。騎士隊前進。近づかないで。感謝する。はい、大事に大事にさせていただきます。アズールレーン。私夢を見ていないよね。あの指揮官閣下がこんなに大切なものをくださるなんて。もちろん私だっていつかはこうなればいいなって期待していたし、こうなったからには恐悦至極なんですが、とにかくこれからもよろしく。